京都でその曽祖父が漆の仕事を始めて、同じような仕事を、まあ、その時々に応じてやるということで、今ちょうど4代目。木だけですと水の中につけてると木のお椀とかお箸とかお皿っていうのはやっぱりダメになっていきますけど、漆を塗ることで防腐効果があるので、大事な器には漆を塗りましょう。そうすることによってより長持ちするっていうことで、漆は貴重なものではあるけれども、毎日使う大切なお椀とかに塗るっていうのが本来のあり方だったと思います。京都でも例えば岩手県、東北地方であったりとか、関東の方から漆を入れたりっていうことが増えてきて、でそれがさらにその経済の変化に伴って、日本だけではなくて、海外、例えば中国であったりとか、ミャンマー、東南アジアの方から輸入するっていうことが非常に多くなってきました。6月の初めから9月いっぱい。だから3ヶ月。はい、6、7、8、9、4ヶ月やね。4ヶ月間かけて、で、漆をかくわけです。はい。さっきとちょっと違いますね。だいぶ粘いわ。漢方薬らしいですよ。1本の木から1年間で200グラムから300グラムの漆が取れるんですけど、で30キロ取ろう思えば100本いるわけですね。